ったです。見ていただきたい。すごい。ていうかディスプレイ気合入りすぎじゃない？めちゃめちゃおしゃれだな。本当におしゃれですよね。おしゃれ。すごい広いです。このお店 VMD めっちゃ上手な気がする。そう、ここだけレベル違う。ここだけレベル全然違うよね。ガチおしゃれに作ってる。ガチおしゃれ。でしかも超見やすくて。ありえない。東京。東京。東京。どうですか、まとめさん、ユニクロは。好きですよ。ここで一つディスってください。関係者が目の前にいる中で。あ、鬼滅の刃が。鬼滅の刃、あ、今日からまた、また発売、発売かな。これかっこいい。バブピーみたいな。え、いや、でもね、俺が自分でこう言った、ごめん、バグったかと思う。バグっちゃった。そうっす。いいですね。なんかアメリカンのコーナーだね。もし見落としてたものがありましたら。はい。あ、ベルトめっちゃいいですよね。すごい。結構つけない人とか増えてますよね。最近多いですよね。はい、お持ちです。こっちじゃなくて、こっちお持ちです。はい、どっちも持ってますけど。でもいいですよね、これ。これも伸びる。そうですよね。何気にでもメッシュの方も好きだったけど。涼しいですか。はい。こっち晴れ。まあそうだよね。ボタンの色とか悩むんですよ。ああ、でもボタンの色うまく作ってあるなと思いました、これ。普通にニット金なんですけど。そうですよね。ちょっとくすんだ感じ、くすんだ感じのこの色がね、上手だよね。これだけでも何週間もやってボタンだけ。これだけで何週間。これは、今限定でここでしか売ってない感じ。もう来週にはね、はい、ハンティングジャケット、色はカーキと、これはなんて言えばいいんだ、ベージュみたいな、オレンジみたいな、ブラウンみたいな、と黒ね。なんかでも、コットン見えしていい素材だよね。化繊入ってるけど、ハーフかけてね。普通はバブアだとこの辺にポケットがあると思うんだけど、こっちになってるね、ちゃんと。で、裏もちゃんとほらチェックになって、チェック柄になってる。ここはコーデュロイ。ん、それはコーデュロイ。あ、それコーデュロイになってるのね。見えないな。すごい、めちゃめちゃ細かい作りだね。こんなとこコーデュロイになってるの。そうなんです、この一部分、ここだけコーデュロイ。あ、見える見える。すごい、これどうですか。すごくいいと思います。ちょっとジジ臭い。いや、黒だったら結構そんなこともないし。僕このジジ臭いのすごい好きなんだけど。これどれ派です。全部好き。若いまとめくんだと、あれちょっと大丈夫。黒が好き。黒がいいって感じ。ああ、なるほど。俺このブラウン結構好きだな。ブラウン派か。おしゃれ。下のマウンパ、下マウンテン、下マウンテンパーですね。あ、新色ブラック、星ブラック超かっこいいじゃないですか。これが結構売れてまして。え、俺これ推しブラック見落としてるかも。新発見。めちゃめちゃかっこいい。ちょっと加工はやりすぎずに。そうですね。黒っぽい。いい具合の感じ。加工だけに。加工だけに。ああ。ちょうどもうすぐ僕動画出しますから。あ、そうなんだ。こうエクセル。いいよね。ちょっとバレンシアガ見というか。これこうエクセル。するとね。あ、これ復活してるんだ。ラウンドメタルサングラス。これかっこいいっすよね。これなんか紹介したら一瞬でなくなっちゃった。あ、明るい色の人気なんですね、はい、うん、でもこれ売れるって結構ハードル高いよね。これ人気なの。これの色があってことですね。そうそうそう、ハードル超高い。こっちの方が、あ、そうですよね、はい、これだいぶおしゃれですよね。超難しいね、かっこいい。これは売れるそうですけどね、うん、普通にいかにもって感じ。女の子とかは結構、確かに女子このメンズでオーバーサイズで着たらかっこいいだろうな、はい、これいいね。でもね、あ、なるほど。秋の新色。
あれ聞いたことない。あ、色、そういえばずっと聞きたかったんですけど、スマートアンクルパンツとイージーアンクルパンツって何があれなんですか。あの品名をリニューアル、特に別に大きな大きな変化はないんですけど、あの空調の素材だけはセンタープレス消えないように。なるほど、樹脂加工で。そういうことか。あとは全部縦横それっていうのを統一しました。あー、なるほど。形とかも変わってないです。形は、はい、まあ素材によってコーデュロイとかちょっとゆとりも出せたりはして、素材でちょっと変わりたかった。秋、冬とかシズノフィットパンツ、長いやつも出てくる。あ、フルレンジ。あ、そうなんだ。アンクルじゃないと。はいはいはい。ここはグループングして、名前も多いです。なるほど。はい、カーキカラーいいね。いいですね。この色初めてやったんですけど。フリースです。こっち、こっち、こっちからですね。これ、あの、カーリーフリース、これ、今年からリサイクルのポリ。はい。あの、回収したペットボトルから再生ポリエステル使って。このレイアウト、コーディネートどうよ。おしゃれすぎるでしょ。めっちゃかっこいい。気合い入りすぎじゃない。前来た時オールホワイトのやつ1個ありましたもん。あ、マジすごいね。めちゃめちゃおしゃれだな。レベル高っ。このパンツとか、さっきのデニムのイージーパンツのコーディネートがある。あー、本当はルームウェアとして作ってるやつ、はいを日常着として提案してるわけですね。やるー。シミは出るの早いですね。まだまだ暑いんで。本当に早い。ミンコートみたいになってる。あれ、ストールもマフラーも出てるんですか。マフラー知らなかった。でもちょっとちっちゃいかな。マフラー、本当にマフラーサイズだよね。でも発色いいね。発色いい。まあまあ厚い。あ、でもビッグなんだ。結構大きいサイズなんだね。これいけてるね。ライトビッグストール。ライトビッグストールだ。2000円。180、120。これちょっといいな。180×120 か。あ、まあまあ大きいね。いいかもこれ。これは。YouTube で今度紹介します。かっこいいよね。これ買えるんだったら一番いいのに。欲しくなりますよね。欲しくなる。すごい。あのなんか対大のなんかスウェットとか超かっこいい。じゃあちょっと、まあ、家のバスタブでやってみようかな。かわいい。すごいハンカチですよ。速乾ですぐ乾くそうです。ファインクロスハンカチ、これ確かにいいね。すぐ乾くらしい。すぐ乾くんだって。ハンカチとか持ってる？ハンカチ使わないですよ。だから おトイレ行った時拭かなきゃじゃん。じゃあ拭きますよ。それは拭きますよ。ちょっとね、紳士としてちゃんと持ってないと。ユニクロでね。ね、ユニクロでシャツと合わせたらさ、シャツのところにこうチーフで入れて、いやでもそしたら何も変わらない。何のアクセントにもならないから。一緒。でもいいですね。3.で990円。靴下と一緒なんだね。あー出た。価格的にはね。いいかも。おすすめ。これか、ヒートテック毛布。あー、いい感じ。ヒートテックなんだ、すげーな。これはいくらですかね。シングルが400円で、ダブルが300円。おー。関係者さんから、商品開発の皆さんから、いろいろ情報をいただいてですね、はい、このコーンの状態で網機にセットされて生地が編まれるんですね。はい、はい、読んでます。はい、メイメイのないやつ。あまりにも大きくて入れられなかったんで。バンされちゃうよ。されない、されない。